さあ両チームの選手が入ってきました。右がツェーゲン金沢、赤のユニフォーム、そして左がアウェーのマジアの岡山です。さあツェーゲン金沢、テクニックがあり、宮崎キワラ、このところ非常に調子がいい、ゴールを量産していますが、中見圭哉が中に入れるとクロスバーに当たってゴールライン終わった。最後は杉浦でした。宮崎選手の単独突破っていうこのスピードの変え方で一つ大きなチャンスを作りましたね。そしてこのクロスオーバーの動き、中見圭哉、あーこういうシーンだったんですね。クリアですね、ディフェンスがしっかり前でクリアしてますね。一旦戻してパクヒョンジン、これが裏を通ると面白いプレーになるんです。まだありますね。まだライン割っていませんでした。ポストに当たって、これは残念そう。いやー、塚が惜しいシーンでした。面白い狙いでしたね。さあここ後ろから追い抜く動き、フリーになった、右がシュート打った、クロスバーの上、思い切って狙ってきました。本当に思い切って狙ってきたというのは非常にいい表現でしたね。ここのミスを見逃さず、このこぼれ球を思い切ってきましたよね、バッテリー選手ね。そうですね、はい、そのままスピードに乗ったドリブルからシュートまで行きましたよね。さあ再びコーナーキック、石毛のコーナーキックはニアサイド、すらした、飛び込んでダイビングヘッド、決まった、深川、塚川のシュート、塚川に先制ゴールが生まれました。バチアの岡山、今シーズン2得点目。決してスピードがあるわけではなくて鋭いボールではないんですけど、このニアにいる選手に片山選手しっかり合わせるっていうね、そこでワンクッション入れといてフォアに走り込む選手がね、はい、最後は押し込むっていう、この狙い通りですよね。さあ石田のクロス、ドンピシャリだったんですが、ここは一森のファインセーブ。いや、石田からのクロスが合いましたね今。ただね、やっぱこういう風にシンプルに狙うというのが非常に重要なんですよね。佐藤のね、この高さ、強みを生かしました、ニアサイド、そのままゴールイン。言ってた通りですね。これ狙ったんでしょうか。いやでもね、やっぱただニアでああやって潰れてるおかげでね、守る方としては非常に守りづらい状況になりましたよね。ああそうですね、これインスイング、かなりゴールに向かってくるボール、最後ディフェンダー触ったでしょうかね。さあそして前がかりになったところ、このように沢口がボールキープ、右サイド選択、片山からのクロス、ファーサイド落としたところ、ヘディング、白井のビッグセーブ、豊川のゴールはなりませんでした。まあ、今日も白井選手のビッグセーブ出ましたね。出ましたね、はい、完全に振られてはいたんですけど、白井選手落ち着いてしっかりポジション取ってましたね。こう振られてこうまた折り返されるんで、打った豊川は入ったと思ったでしょうね。さあ金子からのクロス、中見圭哉のシュートが決まった、1点返した、ドンピシャリダイレクトシュートが決まりました。これもいい展開ですよね。まあ、変わった金子選手からのボールですね。これもいいとこですよね。そうでしたね、はい、タイミングも良かったですし、ファーサイドにね、サイドネットを突き刺しました。これで今シーズン8点目、2試合ぶりのゴールということになります。ここで低いボール、あっとトラップがちょっと流れた、中見圭哉ボールキープ、一旦下げる、そしてここで直接のクロスはクロスバー上越えていきました。そしてここで高山主審のタイムアップの笛、ツェーゲン金沢最後の最後まで攻めたんですが、
ゴールが遠かった。ファジアの岡山は2試合ぶりの勝利ということになりますね。まあ、これで9試合連続負けなしということにもなります。